えー、こんばんはおかわりですルささ成田田とと世界審査ありますかあと今の正解に田中学園みたいな人がいいいると今の政治は変わりまますすよろししくお願いしますいやーだからまあ成田さんも多分日本に帰ってくるよりもアメリカいる方が楽だよねっていう人なのでで僕も日本に帰るよりはあの他の国見てる方が面白いよねっていう人なので多分それはなかなか厳しいんじゃないかなと思いますけどで今の政界に田中角栄みたいな人がいると今の政治は変わりますかっていう質問なんですけど変わらないと思いますあのえっ、ー、とまあ ちょうどたまたま今朝の,あの朝の3時半から朝5時ぐらいまで音武宏忠さんとあの猪瀬さん、えー、と参議院の方猪瀬さんとあの、まあ、リハックっていう番組あの日経テレ東の番組でイデアロさんとお話ししたんですけどあの結局その今の政治家が選挙に受かるために特化している人ばかりになってしまってるんですよね。今その 日本社会をこうしたいよね。なので僕に投票してください私に投票してくださいっていうそのこういう社会にしたいよねっていうので投票する人を集めるより選挙に受かるための作戦に長けてる人の方が結果として選挙に受かってるっていう状況なんですよね。 であのまあ、そういうのよくないよねみたいなことをあの言われるようになったのは多分 NHK 党から始まった話なんですけど NHK 党の立花さんが選挙ハック異常に優秀問題っていうのがあるんですよ。 で、NHK 党って、そのガーシーさんだったりとか、あの、まあ、その堀江さんのマネージャーだった人だった、マネージャーの人だったりとか、あとは、あの、FC2 の創業者の高橋さんだったりとか、割とあの、有名どころの人っていうのがちょこちょこ出てるんですけど、あの人たちの中で、本当に受かると思って出てる人ってそんなにいないと思うんですよ。まあ、あの、たまに勘違いして出てる人もいると思うんですけど、で、ただ、その NHK 党の所属で、全国比例で大勢が、 そのあの出馬するとその票が足されて NHK 党の票になるので結果としてガーシーさんがあの当選したよねってなるんですけどガーシーさんの当選したのが日本全国で28万票とかなんですよ。で乙武宏孝さんが東京都の住民かから32万票とか取ってですよではあの日本全国の有権者でいくと多分8,000万人とかいると思うんですけど8,000万人のうちの28万票をガーシーさん。 であの東京都1,000万人の人口で多分有権者でいくとあの800万人とかそれぐらいだと思うんですけどその800 30万万人から30万票を取ったお竹さんんは落ちるんですよなのでそのこういう社会を作りたいよねあこういう社会を作る人に政治家になってもらいたいよねっていう票よりもいかに選挙に受かるかというハックをやったって人の方が政治家になりやすいという仕組みなんですよね。 でそれ今 NHK 党の話として説明したんですけど自民党とか立憲民主党とかの政党もそれをやってるのでなのでそのいかに選挙に受かるかというのでそのあのどう立ち振る舞うかっていうのが重要っていうのがあってで最近その安倍首相と統一教会の話がちょこちょこニュース出てますけどであの参議院議員の,あの、えっと、元参議院議長の伊藤さんっていう人があのちょっと押してる政治家がいるんだけど落ちそうだから。 あの統一教会の方に票を回してくれるようにお,いやお願いしてもらえでみたいなこと言って「OK」オッケーっていうのはもう安倍元首相が言ってで受かりましたみたいなのがあってで次また別の機会の時にあのこの人に票を入れてほしいんだよねって言ったら今回ちょっと無理なんだよねあの井上っていう元秘書の創価学会の会員があの出馬するからそっち回さなきゃいけないんだよねみたいなことになってあの結果としてその井上さんっていう創価学会の信徒の人は受かりその伊藤さんが推した候補は落ちたっていうのがあるんですけどでこれ 前々から言われてはいたんですよあの参議院議員になった青山さんっていう人も「あの誰の話?」とは言わないで派閥の長がそういうあの割り振りをやってるよっていうのは言っていてで日テレの報道1930だっけ の番組とかでも、あの、自民党幹部の人ではこのように言われてますみたいな、あの、誰が言ったかっていう名前を出さない形で話自体は出てたんですけど、あの、伊藤さんって、その、元参議院議員の議長の自民党の政治家でありながら、あ、俺言ったよ、安倍さんにっていう、あれもその、なんか、という噂があるとか、と言われてるとかじゃなくて、もう承認そのものが出てきちゃったっていう状態なので、一応もうこれは事実かなというところなんですけど、 っってていうのがあってじゃあその安倍政権がなぜそこまで長く続いたのかっていうとその安倍さんがじゃあめちゃめちゃいい政策をやってたのかというと結構微妙なところもあってでじゃあなんで自民党のトップに位置づけられたかっていうと安倍さんがやってた時代選挙ずっと勝ち続けてたんですよ。なのでその安倍さんが総理大臣あのまあ自民党の党首である限り選挙に勝てるからそれは安倍さん持ち上げた方がいいよねってなったんですよね。 で安倍さんの後継の菅さんっていう人が総裁選に出れなかった出なかったんですけどでその理由は菅さんだと選挙勝てないいよよねっていう話ななんですよなのでその日本をどうしたいとかその社会どうなった方がいいよねということより選挙に勝つというテクニックを持ってる人の方が大事だよねっていうのが NHK 党だけじゃなくて実は自民党でもそういう構造になってるんですよね。 で、まあ、わかりやすい例でいくと、あの、そもそも政教分離っていうのが言われているにもかかわらず、あの、創価学会の会員がやってる公明党という政党があって、で、少数のうちは、まあ、影響を与えないから、まあ、いいんじゃないのっていうので、みんな、おめこぼしをしてたんですけど、与党になっちゃったんですよね。だから、なんかその、 あの宗教団体がやってる政党が与党になってるってそのルールの上ではいやいやそれおかしいでしょ政教不倫って書いてあるんじゃねえのっていうのなんですけどとはいえもう与党がそれを判断するので与党が OK って言ったら OK だよねみたいなことになってるのでなのでその選挙をハックした人が物事を決めるっていうところは変わってないんですよね。 なので今更その田中学生さんみたいな世の中こうした方がいいよねとかっていう人が出たとしてもあの選挙をハックした人には絶対勝てないよねっていうところで、まあ、残念ながらあの変わらないんじゃないかなと思います。はい